おはようございます。ダムライティング TV です。今日のお楽しみ TV は、今日は、久しぶりの昼の撮影ということで、健康的にヨガを体験したいと思います。すがすがしい、綺麗な音だ、綺麗な海、綺麗な空、眩しい太陽、さあ私たち、そう、インストラクターもお招きして、はい、お酒を飲みながら冷水ヨガで体験したいと思います。はい、あ、何していいのよ。オープニング持ってない、わざわざほら、ね、インストラクターの日向先生に来ていただいてるんで、ぜひありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、始まる前にぜひぜひ乾杯したいと思います。乾杯です。ごめんなさい、乾杯です。ごめんなさい、乾杯です。すいません。はい、ということで本日もチャレンジしていきたいと思います。レッツヨガサムライピンク TV。 ヨガを始める前に呼吸法から行っていきます。ヨガはただ体を動かすだけじゃなくて、呼吸と連動しながら体を動かすことで効果が出るんです。はい、ポーズを無理に取ることよりも呼吸をしっかりと意識して行っていきましょう。目線は斜めで、美脚効果のあるサギのポーズです。やだー、綺麗。サギだって。サギ師みたいな顔してやったら。だよ、あるだよ。行くように両手ゆらゆらゆらしながら、変な宗教みたいな。ネバックじゃん。すいません。
時間です。水分補給の時間がやってきたら。バイバーイ。ヨガインストラクターのゆうか先生をお招きしての、はい、ヨガ体験でした。ありがとうございます。ありがとうございました。では本日、ヨガをやってみたいヨガをしてみたい泥酔してみたい猫のポーズしてみたい四つん這い待機してみたいいいねボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。では本日ヨガインストラクターのゆうか先生でした。ありがとうございます。